こんにちは、柴田です。今日も千葉管楽器に来ております。どうも、マスター大崎です。マスターです。よろしくお願いします。今回はアメリカの個人工房が作った木琴場。お、木琴場ね、はい、僕もう何十本も持ってますよそうですよね。もうびっくりするぐらいもう体に馴染んでるんで、はい、どれぐらい違うか日本のそうですね、はい、見ていきたいと思います。はい、見ますか。はい、デデン。おお、綺麗綺麗、かっこよ。え、これってオールメイプルですか、もしかして。オールメイプルですね。おお、どこまでサイド、うん、全部が、なのに 3.95 だからそこまで重くない。おメイプル、センターメイプルに、あ、今ねボタンが、本当だ、高級感。これは工芸品と言ってもいいんじゃないですか。買いました気にしました。あ、それはそうなんですね。アマゾンから送られてるやつ、まあ、かなり BC リッチに寄せた感じだけど、スイッチの位置めっちゃ近いですね。全然軽い。メイプルの BC リッチのやつ持ってるんですけど、めちゃめちゃ重いんですよ。はい、うん、そうですね。まあ、でも BC リッチにちょっと近いですね。ヘッドはもう BC リッチにしちゃってるっていう。もう完全にこいしちゃってますね。ピックアップはディマジオの多分スーパーディストーションと、そうですね。トーンゾーン。あ、フロントじゃない。そんな、あ、そうなんですね。ちょっと、ちょっと、まあ、スーパーディストーションなどはそうなんですけど、四神っぽいですよね。四神っぽいですね。パワー系です。おお、これまた、あ、そう、薄い感じしますね。はい、木っぽい感じします。やっぱいいですね。しっかり、しっかりしてます。あ、そういえばこれヘッドの角度が、あ、これ何まさかの、ちょっとフェンダー、フェンダー方式じゃないですか。完全にまっすぐっていう、マジで、これ、これダメですよね。いや、全然気にならなかったけど、今この確かに、なんか違和感ある。完全まっすぐ、ちょっとなんか何ミリかついてるような気もするぐらいしかついてない。確かに何ミリかはついてるかもしれないですけど、いや、面白いね。その発想なかったですね。太弦張って、はい、もうテンションがいい感じになるようにしたとかっていうことを言われました。言われてみれば確かに。で、ブリッジもそのブリッジなんで、はいはい、テンション緩くなりがちな組み合わせみたいな。ちょっと柔らかい感じですか、ジョギングしてる。そうですね、うん、意外と確かにこれ弦10ですかね、かな、若干太めなんですけど、うん、全然違和感なく、うん、柔らかい。なんか6弦側がそうな感じ、太いの張った気がする。太いですね、生音も太い感じ、太い感じしますよね。本当になんかもっとこもるかなと思いましたね。全然こもらない。出ます。全然いいと思います。ジャズっぽいですね。モッキーから出てる音と覚えないですね。全然いいですよ。ちょっとコーラスかけてみましょうか。あまりに綺麗だ。本当にいいです。木琴の
フロントですよ、これが。これいいですよね。めっちゃいいっすね。いろいろ使いますよね、これ。でも回路がわけわからなかったんで。うん、正直、モッキンバードで BC リッチでこれぐらいスイッチあるけど、あんま使わないんですよね。でもこれやっぱ使えますよ。割と、ちょっと試してみましょうか。なんでです。今ね、オープンにしました。あ、しました。はい、ちょっと使いすぎて。ちょっとマイストを動かしてもらっていいですか。一番上ですね。出つつ、はい、このパワーの強さを活かせてる活かせてる感じですね、うん、これはいいですね。これでフェイズしたら面白いんですかね。ちょっとフロント一回鳴らしてみます。強い、強いっす。やっぱりね、レスポールほどこもらないっていうのがこの、うん、モッキンバードの特徴なんですね。これはこれでいいなというところですかね。これでバリトンいきますか。いや、初めて。ある意味があるな、はい。ブレ、うん、ネックのブレもっと柔らかい感じがするんですけど、うん、これやっぱオールメイプルだからカチッとしてますよね。そうです。名前もそんな感じします。うん、ビーシリッチ寄りではあるけれどもオリジナリティがある、はい、サウンドの方向がしっかり決まってますよね。クリーンもね、うん、しっかり出るんで、はい、いいギターだいいギターだというところが、はい、今回は締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。